こんにちは、シャマクロです。今回は Python で文字列操作をするときに使えると便利な Fstring と Rstring について解説します。 Python は非常に自由度の高いプログラミング言語なので、数値と文字列を混在させて扱いたい場面やファイル操作をしたい場面は少なくないと思います。このような場面で扱えると便利な機能が Fstring と Rstring です。知っておくだけで今日からでも簡単に使える知識なので、コードの可読性を向上させたい、プログラムを効率的に書きたいと思っている方にはメリットがある内容になっています。プログラミングの経験が浅い方でもちゃんと理解できるように説明します。ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。まず Fstring って何？という疑問を解消しましょう。 Fstring はフォーマット済み文字列の略です。これは Python 3.6 以降で利用可能になった機能です。 Fstring を使うと文字列の中に変数や式を埋め込む際に直接変数名や式を記述することができます。説明文だけだとピンとこないと思うので具体的な例を示しますね。例としてこのようなコードを考えます。定義した変数と文字列が混在したメッセージを出力するだけの簡単なプログラムです。変数、ネーム、2文字列、ズンダモンが代入され、変数、マンスと、デイには整数、12と、5が代入されています。実行するとこのメッセージがプリントされます。プログラム自体は簡単ですが、変数と文字列とを混在させて表示するためにダブルクォーテーションやプラスを何度も書いて結合する必要があります。コードが煩雑で可読性が低くなり、コードを書くのもすごく面倒ですよね。こういった場面で Fstring が役立ちます。 Fstring を使うと同じプログラムをシンプルに書き換えることができます。 Fstring の使い方は簡単で、文字列の先頭に F をつけるだけ。出力してみると先ほどと同じメッセージが表示されることがわかります。 Fstring では変数を波括弧で囲んで文字列の中に埋め込むことができます。見た目もすっきりするし、余計なプラスを書く必要がないのでコードも書きやすいです。 Fstring を使うことのメリットとデメリットを整理すると次のような点が挙げられます。メリット1つ目、コードが簡潔で可読性が高まる。単に文字列を結合するよりもシンプルに変数や式を文字列に埋め込むことができ、コードが読みやすくなります。メリット2つ目、動的な文字列生成が容易。 Fstring は変数の値や式を直接埋め込むため、動的な情報を含む文字列を簡単に生成できます。複数の動的な情報をまとめて出力したい時でも分かりやすく扱いやすい記述となりますね。メリット3つ目、式を評価して埋め込むことができる。 Fstring 内には Python の式も埋め込むことができます。そのため関数の呼び出し結果を文字列に組み込むこともできます。対してデメリットとしては、 Python 3.6 より古いバージョンでは使えない。はじめに説明したように Fstring は Python 3.6 で新しく導入された機能なので、 Python 3.6 以前のバージョンが求められる環境ではFstring を使用することはできません。2つ目のデメリットとしては、複雑な式を埋め込むと逆に可読性を損なう可能性がある。複雑な式の場合は直接埋め込まず、事前に変数に代入してから Fstring を使うことを検討すると良いですね、といった点が挙げられるかと思います。では Fstring の特徴を踏まえて活用場面を見てみましょう。Fstring が生きるのは例えばこのような場面と言えます。変数の値を文字列に埋め込むとき、計算結果を含む文章を生成するとき、変数を含むログメッセージを表示するとき、このように Fstring は文字列の中に変数を埋め込んで簡潔に表示したい場面で役立ちます。次は Rstring について解説します。Rstring は生の文字列であることを表しており、ローストリングの略です。通常文字列の中ではバックスラッシュはエスケープ文字として用いられます。エスケープ文字の役割はその後に続く文字に対して本来とは別の意味を持たせることです。そうして作られる特殊な文字列をエスケープシーケンスと言います。例えば開業を表すときはこのように表記し、
バックスラッシュを表すときはこのように表記します。エスケープ文字は正規表現やファイルパスなどを扱う場面で特に便利です。例として、変数の値としてファイルパスを定義する簡単なプログラムを見てみましょう。実際のファイルパスはフォルダ階層の区切りはバックスラッシュ一つで表されますよね。しかし Python でこのファイルパスをそのまま文字列にしたとしても構文エラーとなるため扱うことができません。文字列として正しく表現するにはバックスラッシュを2つ書く必要があります。ただしこれだと Python でファイルパスを扱うためにわざわざバックスラッシュの部分を書き換えることになるため、コードを書くのが非常に手間になりますよね。こういった場面で R ストリングが役立ちます。 R ストリングを使うと実際の形のままファイルパスを書くことができます。 R ストリングの使い方もF ストリングと同様に文字列の先頭に R をつけるだけです。出力してみると見たままの形で文字列が認識されていることがわかります。このように R ストリングは文字列をそのままの形で扱いたいときに便利です。 R ストリングを使うことのメリットとしては次のような点が挙げられます。エスケープシーケンスの扱いが楽。バックスラッシュや改行といったエスケープシーケンスをそのままの形で扱えるため、文字列を記述するのが楽になります。メリット2つ目、誤解釈の防止になる。正規表現やファイルパスなど、バックスラッシュを多用する場面で R ストリングを使うことで、エスケープ文字による誤解釈を防ぐことができます。同時に、エスケープするかどうかを判断する手間が省けるのもメリットと言えますね。R ストリングのデメリットは特に思い浮かびませんでした。もし R ストリングを使用する際の注意事項などあればコメントで教えてもらえたらありがたいです。次に R ストリングの使い方を踏まえて改めて活用場面を整理します。 R ストリングが生きるのは例えばこのような場面です。正規表現のテキストを記述するとき、ファイルパスや URL を指定するとき、いずれにしてもR ストリングはバックスラッシュを含む文字列をエスケープしない形で表現したい場面で役立ちます。今回は文字列操作をするときに使えると便利な F ストリングと R ストリングについて解説しました。 F ストリングと R ストリングは Python での文字列操作をより便利にするための記法であり、理解して活用することでコードの可読性と記述効率を向上させることができます。知っておくだけですぐに使える内容だと思います。ぜひ今後のプログラミングをスマートにできるよう役立ててください。以上、シャマクロがお送りしました。このチャンネルでは AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。